愛知の3人が3番手から5番手に続きます。7番の板根彩最終日での補充出走、ホームバンクの舞台、現在は6番手赤番のホームを過ぎて残り2周。そして5番宮内愛、プロ初勝利をかけて戦います。現在最後方です。4番の佐藤明子の正後方、3番関口美穂2番手、そして1番吉田夢樹3番手、隊列動きなく鐘が鳴りました。残り1周半。さあ5番手からじわりと6番中野咲が4番佐藤明子の先行策を封じていくのか、後ろから7番の板谷もじわりと忍び寄っています。そして5番宮内愛も発進していきました。残り1周、4番の佐藤明子ペースアップで先頭です。2番手が並走、3番の関口が内、6番の中野咲が抵抗を見せて内に忍び寄っている7番の板谷、3番手のインコースに入っていきました。バックストレッチ2番手からまくる3番の関口美穂、かわしたれて4番佐藤明子が2番手、そして落車2番田中志弘落車、3コーナーカーブで3番の関口美穂抵抗を見せて内4番佐藤明子で直線、この外7番板根彩が鋭く伸びる、7番の板根彩開始を合理、